台風16号は今夜にかけて上海付近を通過した後、明日朝までに朝鮮半島の西の海上に進む見込みです。九州北部ではこの後雨が強まり、明日昼までに最大150ミリの雨が予想されています。明後日までに温帯低気圧に変わる予想ですが、熱帯由来の湿った空気の影響で、明後日にかけて西日本や東日本でも大雨の恐れがあります。 今後の台風情報に注意が必要です。